2023年6月上旬に開始されたウクライナ軍による反転攻勢作戦の進捗が停滞しているとされている中、南部ヘルソン州を流れるドニプロ川周辺におけるウクライナ軍の動きが活発化していると西側諸国のメディアが報じているね。このことについて、11月14日にウクライナのイェルマーク大統領府長官が、アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所に開催された講演会の壇上においてあらゆる予想が無理だとしていたことに反して、ウクライナ軍はロシア軍による占領が続いているドニエプル川東岸に橋頭保を築いたとして、ウクライナ軍は不当にロシアによって実効支配されているクリミア半島の非武装化に向けて奪還すべく、我々の反転攻勢は一歩一歩着実に進んでいると述べた発言がウクライナ大統領府のウェブサイトに掲載され、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かしたことをウクライナ政府が公式に確認したぜ。さて今回はウクライナ軍のドニプロ川溶かをロシア側が認めた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ南部では昨年10月から11月にかけて、ヘルソン州の州都ヘルソンを含むドニプロ川の西岸地域を占領していたロシア軍が東岸に撤退して以来、強大なドニプロ川が両軍を隔てる境界となっていて、西岸をウクライナ軍が、東岸をロシア軍が支配して対峙している状態が続いていて、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などの橋梁が破壊されたドニプロ川を溶かして、東岸に反攻拠点を築こうとする動きを繰り返し試みていたんだ。このイェルマーク大統領府長官の講演に続いてロシア側からも11月15日、ロシア側が任命したヘルソン州知事であるウラジーミル・サルド氏が、ウクライナ軍がドニプロ川の渡河に成功して東岸地域に拠点を築いたことを、ロシア当局関係者として初めて認めたよ。サリド知事は SNS のテレグラムに、少人数のウクライナ兵がドニプロ川東岸の集落であるクリンキーに侵攻したがロシア軍に包囲され、砲撃、ミサイル、ロケット弾、ドローンなどによる攻撃に耐えていると投稿して、溶かしたウクライナ軍は小規模の編成であり、ロシア軍が溶か地域に援軍を送ったことによって、ウクライナ軍は大きな損害を被っているとも述べているが、このことを裏付けるような情報は今のところはどこからも発信されていないぜ。ただ、ロシア系の軍事ブログではドニプロ川東岸において、ロシア軍は砲兵部隊を動員してクリンキー付近のウクライナ軍に対して砲撃を実施しているにもかかわらず、クリンキーから敵を掃討できておらず、仕方なく他の地域から部隊を移動させているほか、予備戦力の投入を余儀なくされているとした上で、ウクライナ軍はドニプロ川河口のオチャコフとキンバーンサスの間にあるペルボマイスキー島や、水力発電所のダムが破壊されたことで水位が大きく低下したノーバカホフカ付近や、ゴルノスタエフカ、カイリ、バシリフカなどで溶かする計画を練っていると指摘しているが、バシリフカなどで溶かする計画を練っていると指摘しているが、これについても裏付けるような証拠となる動画や画像などは確認されていないらしいな。いずれにしても、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かしていることは事実であり、溶かした部隊は小規模と言われながらもウクライナ軍は BTR-4 などの水陸両用の装甲兵員輸送車を、東岸に渡すなどして活発な動きを見せているわけだね。ただし、戦車や大規模な兵員を溶かさせるには浮き橋などを架橋するか、フェリーなどを使用して渡すしかないのであるが、現時点ではウクライナ軍がそれらを用意しているとする兆候は確認されていないため、ウクライナ軍の行動が何を意味しているのかについてその詳細は不明だぜ。このドニプロ川東岸での戦闘において、ロシア側の軍事ブログがドニプロ川を溶かしているウクライナ軍のドローン活用について言及していてそれによると、ウクライナ軍がドニプロ川東岸で飛行させているドローンについては何の制限も受けておらず、ウクライナ軍が自由に飛行させているとして、ロシア軍が実施しているはずの電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が成功しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを活用していることを指摘しているよ。その上で、クリンキーの周辺では中国製ドローンなどがウクライナ軍砲兵部隊の目として機能しているため、ウクライナ軍による正確な砲撃が実施されており、ロシア軍はまるで地雷原に迷い込んだかのように身動きが取れなくなっているとして、
ロシア軍がウクライナ軍のドローンによる偵察飛行を阻止することができてないことから、渡河したウクライナ軍が現時点で小規模であるからと楽観視して放置しておくべきではないと述べたんだ。これについてはアメリカ防契約管理局 DCMA 品質監査官だったトレント・テレンコ氏が、ウクライナ軍は渡河作戦に際して、ロシア軍のドローンを操作する電波を妨害する機材を東岸に複数を持ち込んだ上で、この妨害機器の干渉を受けない周波数帯域を使う大型の FPV ファーストパーソンビュー一人称視点ドローンを使用したとしたと語っていたみたい。そして、それと並行して、ウクライナ軍はこの FPV ドローンや数は少ないが有人航空機などによってロシア軍が運用している。ドローンの電波妨害装置を探しては破壊することを繰り返ししたため、ロシア軍は自軍のドローンを飛行させられないばかりでなく、ウクライナ軍のドローンがドニプロ川上空を越えて東岸地域を飛行することを妨害できなくなったと述べ、ウクライナ軍がロシア軍の電波妨害装置を精密攻撃で破壊したことを示す動画や画像などの視覚的な証拠は多数あるとした上で、ロシア軍が東岸に橋頭保を築こうとしているウクライナ軍を撃退できない理由としていたらしいな。このウクライナ軍によるヘルソン州での動きについては、6月上旬から始まった反転攻勢作戦の陽動的な作戦なのではないかとされていたのであるが、その反転攻勢の主攻撃軸とされるザポリージャ州のロボティネ方面の戦況は、9月下旬にロボティネを奪還してその東のベルベイブと南のノボプロコピクカに到達する勢いだったものの、ウクライナ軍の勢いはここまでで、11月中旬時点でどちらの集落もまだロシア軍が支配しているよ。11月に入ってウクライナ軍の反転攻勢の勢いは全く見られなくなり、ザポリージャ州の戦線のみならずドネツク州の南部でも進められていた攻撃も進展しているとの報告は聞かれず、そればかりか北東部のハルキウ州クピャンスク方面やドネツク州で昨年から激戦が続いているバフムート方面及びアウディーユカ方面では、ロシア軍が攻勢を強めているためにウクライナ軍の苦戦ぶりが伝わっているよね。この情勢の中、ウクライナ軍のザルジニー総司令官は13日、アメリカ軍制服組トップのブラウン統合参謀本部議長と電話会談を実施して、国内を占領し続けているロシア軍に対する冬季の反転攻勢計画などを協議したとして、ザルジニー司令官自身が通信アプリテレグラムに投稿したぜ。それによるとザルジニー総司令官とブラウン統合参謀本部議長は会談で、ロシア軍の攻勢が強くウクライナ軍の苦戦が伝えられている東部ドネツク州や北東部ハリコフ州の戦況を分析したとされ、ザルジニー総司令官はこれら地域でのロシア軍との戦闘について複雑化しているものの、我が軍によってコントロールされているとの認識を示した上で、差し迫って必要としているのは防空ミサイルシステム兵器であると伝えたらしいな。ゼレンスキー大統領は、13日に流された国民向けのビデオ演説においてウクライナ軍ではロシア軍の計画について把握しており、そのための対応策もすでに検討されているとして、ロシア軍の冬の動きについては把握できていることを強調しているようだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。